ハワード軍はアメリカ合衆国メリーランド州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は287,085人であり、2000年の247,842人から15.8%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域であるエリコットシティであり、同軍に法人化された町はない。ハワード軍は ボルチモア市とワシントン DC の中間にあり、ボルチモアワシントン大都市圏に属するとみなされている。メリーランド州の人口重心はアナランデル郡及びハワード郡の郡境にあるジェサップという未編入の町にある。ボルチモア市に近いために昔からボルチモア大都市圏に属するとみなされてきた。近年は軍南部も発展し、ワシントン DC のメディアや 雇用市場との結びつきが強くなってきた。軍内には開発業者のジェームズ・ラウスが1967年に設立した計画都市コロンビアがあり、その人口は10万人近くになっている。ハワード軍は、その豊かさ、生活の質、優れた教育が引き合いに出されることが多い。2011年時点で、世帯あたり収入の中央値で、国内第3位の軍となった。 クラークスビル、デートン、クレネルグ、クレーンウッド、ウェストフレンドシップなど、ボルチモア・ワシントン大都市圏の中でも豊かな町が、軍内のメリーランド州道32号線沿いにある。人口集中部であるコロンビアとエリコットシティの組み合わせは、雑誌マネーの2010年、アメリカの住みたい場所調査で第2位に挙げられた。ハワード軍公共教育学区は標準化試験の 成績と卒業率で州内第一位に挙げられることが多い。1800年、アメリカ合衆国国勢調査局が求めた、アメリカ合衆国の人口重心は、現在のハワード軍にあるとされた。ハワード軍の軍名は、アメリカ独立戦争の大陸軍で、メリーランドラインと呼ばれた連隊の士官、ジョン・イーガー・ハワードにちなんで名付けられた。ハワードは1781年のサウスカロライナ州。 カウペンスの戦いで決出した働きをした。後に第五代メリーランド州知事となり、その邸宅はベルビデアと呼ばれた。この邸宅はボルチモアタウンの北イーストチェイストノースカルバート通りの交差点にあり、その地域はハワードの森と呼ばれ、そこに後にワシントン記念碑が建てられ、近くには1820年代にマウントバーノンが開発された。 アナランデル軍が1839年に分割された時、その西部はハワード地区と指定された。ハワード地区は軍総統の位置づけにあったが、メリーランド州議会に代表を送っていなかった。1841年、エリコットシティに初代軍庁舎を建設した。1851年、ハワード地区が正式にハワード軍となった。ハワード軍には、 多くのアメリカ合衆国国家歴史登録材がある。ハワード郡はピードモント大地にあり、その地形の大半はうねりのある丘陵である。北と北西はパタプスコ川が流れ、南西はパタクセント川、南東はアナランデル郡との陸上の軍境となっている。パタプスコ川もパタクセント川も軍境に沿ってある公開されている公園を流れている。 パタクセント川流域には、トリアデルフィアとロッキー・ジョージの各貯水池がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は253.55平方マイルであり、このうち陸地252.04平方マイル、水域は1.51平方マイルで、水域率は0.60%である。空港ハワード群には、公共も商業用も空港がない。 クレーンウッドのグレーンウェアとエリコットシティのヘイズフィールド空港という私有の飛行場がある。商業便を利用する場合は近くにあるボルチモア・ワシントン国際サーグットマーシャル空港とロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港およびワシントン・ダレス国際空港が利用できる。公共交通機関群内を運行するバス便はハワード交通、コネクト・アライド、メリーランド州交通管理部、 コミューターソリューションズ・オブ、ハワード・カウンティ、ニーバー・ライドなど多くの団体が運営している。主要高規格道路、ハワード郡には2本の週刊高速道路が通っている。週刊高速道路70号線は、郡北半分を東西方向に通り、週刊高速道路95号線は、エルクリッチで、郡内に入り、南のノースローレルから、プリンス・ジョージズ郡に入る。 その他の使用道としては、アメリカ国道29号線がエリコットシティにある、メリーランド修道99号線北端から、モンゴメリー軍に抜け、メリーランド修道100号線は、エリコットシティとコロンビアからボルチモア・ワシントン、国際サーグッドマーシャル空港への近道となり、メリーランド修道32号線は、ウェストフレンドシップ、クレネルグ、クラークスビルと、コロンビアや、 ホートミードとをつないでいる。ハワード軍は温暖湿潤気候にある。ボルチモア地域から西に離れると冬の気温は低く雪が多くなる。年間平均降水量は軍の全体で約45インチである。1950年から2010年までの50年間以上の期間で国立気候データセンターが報告した394件の異常気象が起こり、 617人が負傷し、99人が死亡した。9件の竜巻が発生し、強度は F2 のものがあったが、死者は出なかった。ハワード軍は民主党寄りであるという評判ができてきた。しかし、ボルチモア氏、モンゴメリー軍、プリンス・ジョージズ軍よりはいくらか中道である。州や連邦政府レベルの選挙では民主党を支持することが多いが、2002年の 州知事選挙では民主党候補よりも共和党候補を選んだ。大統領選挙でハワード軍が共和党候補を選んだのは1988年が最後になっている。ハワード軍は3人の委員で構成される軍政委員会が統治していた。1965年アメリカ合衆国上院議員、ジェームズ・クラークが5人の委員による軍政委員会と1人の軍執行官の方式を 提案した。軍政委員会は、地区割、種類統制、及び有権者サービス委員会のメンバーとしても、機能している。アメリカ合衆国会議員選挙で、軍の大半はメリーランド州第7選挙区に属しており、小部分のみが、同第3選挙区に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。下記はアメリカ合衆国国勢調査局による、 ハワード軍の位人口推移である。順位は他の22軍及びボルチモア氏と比較した。ハワード軍の失業率は2010年時点で5.5%であり、2000年の1.9%より増加していた。州平均よりは2ポイント低く、全国平均よりは4.2ポイント低かった。ハワード軍の2012年包括的財務報告書に、 よれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。ハワード軍内には、メリーランド州法による町がない。未編入領域も、町と考えられるが、政府はない。アメリカ合衆国国政調査局、アメリカ合衆国郵便公社、地元商工会議所など様々な組織がその町を、定義している。法人化はされていないので、その協会が定義されていない。 アメリカ合衆国国勢調査局は以下の国勢調査指定地域を登録している。アメリカ合衆国郵便公社などは地名として異なる選択を行う。その場所が未編入の場合、その領域は分類機関が決める。その他の未編入領域として次の町がある。ハワード郡公共教育学は71の学校を運営し、約4万9000人の児童生徒を教えている。 この学区からの卒業率は92%を超えており、州内でもトップクラスに位置づけられる。生徒の試験成績は、州内全学区の中で常にトップクラスにある。近年の人口増加とともに、学校の建設が進められ、学校内の混雑を予防している。エリコットシティのハワード高校は、生徒数が1600人を超えて、軍内最大である。2005年以降、 ハップルアによる規模分類の中でハワード軍図書館が常に上位五欠に入っている。図書館の講演で2006年にチューズシビリティと呼ぶ運動が軍内で始まった。そのウェブサイトによればチューズシビリティはハワード軍図書館が指導する超全体に関わる運動であり、ハワード軍を冷節のモデルに位置づけている。このプロジェクトは敬意、共感、 熟慮と寛容を高めることが目指されている。となっている。車のバンパーに貼る。この運動の緑のステッカーが軍内や周辺地域で目につく。ありがとうございます。